こんにちは。今日は歯ブラシの当て方についてご紹介します。それでは行っていきましょう。まずは歯ブラシの持ち方ですが、皆さんどのように歯ブラシを持っていますか？握って持っている方、鉛筆持ちの方、皆さんはどの握り方に近いですか？グー持ちですが、グー持ちだと必要以上に力が入ってしまい、毛先が開いてしまいます。そうすると汚れをかき出すことができないので、鉛筆持ちが理想です。まず当て方ですが、横磨きで歯の根元の汚れを落として、次に縦磨きで歯の表面の汚れを落とすようなイメージで磨いていきます。横磨きについて詳しくご説明します。歯と歯茎の境目に、これが垂直に当てる角度だとしたら、理想は斜め45度に当てて、小さく小さく歯と歯茎の境目をめがけて動かします。で、なおかつ少しずつずらすように磨いていきます。次に縦磨きについてご説明します。縦磨きのポイントは、側面、中央、側面と3つの角度から当てるととっても綺麗に磨けます。歯並びが少しでも前後すると歯の側面というのが出てきますから、ここもしっかり磨くようにしてください。奥歯の縦磨きに関しては、奥歯だとほっぺたが邪魔でなかなか歯ブラシが縦にできないので、ちょっと斜めになりながらこのような形で縦磨きをできるだけ行ってください。歯の裏側は歯ブラシの先と後ろを使って磨いていきます。このように基本的には先で磨いて、先で磨くのが難しい方は後ろを使ってこのように磨きます。歯磨きが終わった後、お口をゆすぐ時にもポイントがあります。たくさんお口をゆすがれる方がいますが、歯磨き粉の中に入っているフッ素も流れ出てしまうため、ペットボトルのキャップ1杯分ぐらいの水の量で大丈夫です。ぜひこの動画を参考にして歯磨きを頑張っていただきたいのですが、歯並びは人それぞれ違います。自分に合った磨き方を歯医者さんに行って教えてもらいましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。